どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日のこの動画はですね、ウクレレ初心者レッスン動画第4弾ということで、行っておりますが、はい、こちらガズレレ必須コードの大解説、今日の動画はかなり重要になりますので皆さんご覧になってください。まずね、このウクレレ今日第4弾でしょ。じゃあ第1弾第2弾第3弾はどこにあるの？ここにあります。ここはですね、ウクレレの触ったこともない方がどんどんウクレレが弾けるようになってるプログラムになってるやつなんで、順番通りこのリンク先に行って動画を見ながらこの第4弾に戻ってきてくださいね。はい、じゃあどんどん行こうと思います。まず皆さん、第3弾まで見ていただいて、分かったのはコード3つ、 C と F と G7 プラス1の Am で4つのコードは覚えましたよね。オッケー。はい。この先があるんです。この先、コードをね、ちょっとずつですけど覚えていくんですけど、まあ、ガズが、開発したというか、開発も何もないんですけど、ものすごいウクレレにとって便利なコードのグループの紹介をしたいと思います。ウクレレ、コードってね、世の中にもね、本当に星の数ほどあってですね、全部覚えようと思ったら本当すごいことになっちゃうんですけれども、まずはですね、今からこれからご紹介するこのガズレレ必須コード、10個あります。10個もあるのって思うじゃないですか。でもね、今とりあえず4つは覚えてるでしょ。だからあと6個覚えるだけです。そうやってね、頭の整理をして考えてください。10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとね、うわーってなるけれども、今すでに3プラス1で4つ覚えてるわけですから、それをね、軸に考えてます。で、この C と F と G7、 この3つをまず基本に考えてくださいっていう、私がずっと言ってたのはね、あ、こういうこれでかっていうのがわかると思いますんで。そしてですね、今からちょっとカメラの角度を変えてめちゃくちゃわかりやすく面白くご紹介しますんで、ではね、ちょっと場所を変えます。ご覧ください、どうぞ。はい、登場しました。こちらがガズレレ必須コードの全貌になります。これね、一応これがさっき言ったほら超基本です。 C と F と G7、 この3つ OK ですね。でね、わかりやすいように説明すると、この図の見方はこう縦の3つのグループで、分けて考えるのがいいというふうに思っています。で、C と F と G7 が、いつも言ってる超基本コードね。はい。ここから3つにこう分けます。縦にね。で、こっちから説明していこうかなと思います。それで今日は秘密兵器がございます。これ。じゃん。これ、フェルトなんですけど、これを挟んでこのウクレレを置いてね、一緒に見ていきましょう。これ、分かりやすいでしょ？これはね、先ほど私が考案しました。はい。じゃあまず C どこか。皆さんご存知でね。ここでございます。わかるね。これとこれの見方、もうわかるよね。はい、じゃあ次 C7 です。これはね、指一本シリーズっていうことで、分類してますけど、C7 ってここ2個ずらしただけです。これも簡単でしょ？はい、じゃあ次、A7 っていうコードが出てきますけど、A7 もここなんですよね。3弦の1フレットです。A7。これだ。A7。これ。だからこれは、この指一本シリーズは簡単ですよね。一応、ささっと言うと、ここが C で、ここが C7 で、ここが A7。わかるかな？皆さんの手の感じでいくと、こうと人差し指と人差し指ですね。はい。この3つは、これはもうね、セットで覚える。すぐ簡単に覚えられるやつ。はい、じゃあこっち真ん中行きます。これ F ね。はい。これも皆さんもうすでに勉強しておりますけど、今じゃあこのフェルトはめ込んでいきましょう。はい、じゃあ色を変えてみました。これと同じように、ここがピンク色で、ここは F に、水色とか青にしましたよ。これが F ですね、皆さん。これもバッチリでしょ？はい。そしたらですね、こっから展開していきます。じゃあ次。はい。いつも出てくる Am。ほんね、3プラス1で、ここまでね、皆さん覚えてると思うんです。これはどう考えるかっていうと、F を押さえてるところの、このピンクのところを外してくださいということでございますね。そうするとこれ Am になります。だから F と Am って同じグループに入っているのが、これでわかると思うんですよ。この位置一緒です。じゃあどんどん展開していきましょう。でね、もう一回最初の F に戻しますよ。F に戻しました。はい。OK ですか？はい、F に戻った。で、次に出てくるコードが Dm というコードでございます。この Dm というコードをどうやって考えるかというとですね、F に、ここにも書いてあるけど、F に1個足すって考えるんですよ。そうすると今 F を押さえてて1個足すって、ここにね、1個こう足していくわけ。ここです、ここ。ちょっと狭いけれども。はい。こんなことですね。これが Dm です。これ Dm。ちょっとここ狭いんでね、ちょっとあれなんですけど、ちょっとじゃあ、このコードを、私の手で押さえてみると、ちょっとどうなるかやってみましょうか。ちょっと外して、こうなります。こうなります。ここがちょっと狭いかもしれない。こことここですからね、こう。F に1個足す。はい。
これです、ございます。これ、ちょっと頑張って押さえてみてください。で、ちょっとこれも G7 の時みたいに角度をクッと気持ちね、つけると楽になるかも。すげえドアップだな。はい。とにかく、こことこことここが Dm。はい。OK ですか？そして次のコードを行きます。今 Dm やったでしょ。次、D7 ですね。D7 はどうやって考えるかというと、ここの、Am の位置ありますよね。まあ、さっきはここ F で、こういう風になったのは Dm だったわけなんですけれども、次はですね、D7 どうやって考えるかっていうと、はい。Am に、1個足すって考えるんですよ。Am に1つ足すって書いてある。はい。Am に1つ足す。ここに足します。ここです。ここ。はい。これが D7 になりますね。はい。で、これ皆さん気づきました？ここ。この位置がめちゃくちゃ大事になってまして、この、水色がね、青がね。はい。どのコードも、見てください、この表を。まず、F もここ。緑、青でしょ？ Am もここ。Dm もここ。D7 もここ。つまり、この青いところが全部共通なんですよ。だからこれ F のグループは、これが、ここが共通ということで、一つのグループになってます。で、これはですね、ガズレレ的表現で言うとですね、親戚です。親戚、これ、いとことか、はとことかね、そんなイメージで捉えてください。やっぱり、そうやってね、コードもですね、こう、キャラクター、人間性が出てくると、なんかよりこう、身近に感じられるということがよくわかりますね。はい。指一本シリーズは、まあ、こう、のんきなもんですよ。一本ずつだもん。はい。で、ここは、青いところが共通である、親戚関係です。F は斜め。Am は上一本でしょ？ Dm の覚え方、下に一つ足す。あ、じゃ。Dm の覚え方、F に一個足す。F に一個足した。はい。今度、D7 の覚え方は、Am に一個足したというふうに、こういうふうに分類すると覚えやすいと思います。ここはね、なんとなくこの青いところが共通だってわかると、結構頭に入りやすいんじゃないかと思います。さあ、じゃあ皆さん。これが面白いんですよ。これはね、三兄弟と覚えます。G7 のグループでございます。じゃあ G7 のグループも、フェルトをはめていきましょう。はい、できました。これ G7 ですね。これ色も合わせましたけども。G7 はこの正三角形。ここが一応、ここから始まります。これは基本になりますね。そして、これはですね、ここにも書いてあります。長男です、長男。最初に生まれた子。この三角形でこう、規律正しいみたいな感じです。はい。じゃあ次に出てくるコード。E7 です。E7 ってことは次男坊になるんですよ。そうするとね、ちょっとこれ見てください。このピンク色の位置が変わるわけです。この位置がここにあったのがここに変わる。こういうことになりますね。これが E7 というコードです。で、このね、E7 のコードがね、すごく深いんですよ。ここ見てください。ここね。ちょっとわかる？ひねくれ者って書いてあるんです。ひねくれ者。これね、もっとガズレレ的に言うと、ヤンキーです。ヤンキーなんでヤンキーかっていうとですね、ちょっとね、自分の指で、こっちまたアップになります。G7 ってここだったでしょ？で、E7 ってこの人差し指が上にグッとひねくれてくるわけですよ。この響きをね、ちょっと、今ね、平面で置いてるんでちょっと押さえづらいんですけど、G7 ってこういう音でしょ？ E7 って、ここはこのまま残したままよ。人差し指だけを一番上に持ってくるわけ。そうすると、なんかこの切なくないですか？切ない。で、ちょっとこの貧困法制な長男がひねくれて、この子がひねくれて上にグッとひねくれたら、この切ない響きをね、こう醸すんですよ。これちょっと見てもらいたいんですけど、長男がいて次男坊がいた。次男坊ってね、やっぱちょっとひねくれ者が多いんだなっていう感じがするんですよ。で、ヤンキーとかなったりするんじゃないですか。それヤンキーってね、ちょっとね、どっか悲しいね、こう裏があるなって感じで、その悲しさがね、この響きに。ちょっとこの悲しい響きが出るんだよねとか、そういう風にイメージで覚えるのがいいんです。今、イメージでコードを覚えてくださいよ。だから、G7 からひねくれて、次男坊に E7 になったと。この辺のことがちょっとね、分かっていただけると嬉しいなということでございまして。じゃあまた戻りましょう。はい。これとこれはこのままにしといて、G7 がここだったでしょ？ G7。で、E7 がこれでひねくれて、E7 ヤンキー、ひねくれ者になったでしょ。次。三男坊の Em7。これがね、結構キーポイントで、このピンク色がなくなります。わかった？はい。これ、なくなっちゃった。だから、これ簡単でしょ。これ、ここに書いてあるけど、難しく見せといて簡単です。例えば、ちょっとこのコード表見て、全部見てください。いいですか？ C と C7、A7、F とか、バーっと書いてあるじゃん。これだけが3文字に書いてあるでしょ。これ何にも知らない人が見たら、これが一番抑えるのが難しいんじゃないかと思っちゃうんですけど、難しく見せといて簡単。つまり、ここでも、この3つの中でもそうなんですけど、はい。G7 がここだったでしょ？ E7 がここだったでしょ？で、パッとほら、なくなっちゃうわけですよ。で、
Em7。三男坊。皆さん想像してください。よく聞く話、私勝手なイメージかもしれないんですけど、長男、次男、三男がいる、三人ね、お子さんがいるご家庭、ママとか、よく聞くようなことがあるんですよ。三男坊っていうのは、もう手がかかんないよね。ね。三男坊って一見難しく育てるの難しそうだけど、いや、実はね、長男と次男もこう育ててくれるし、手がかかんない、一番、手がかかんないね、そんな感じの子なんですよっていうイメージがいいんですよ。そうやってですね、もう、高度に、こう人格を与えてしまうわけですね。G7 はこうね、長男。はい。E7 はちょっとひねくれたヤンキー。はい。話したら、一番手がかかんない三男坊。Em7。こんな風に覚えるわけです。さあ皆さんいかがだったでしょうか。これがガズレレ必須コードの全貌でございます。そうやって考えるとコードを覚えるのも楽しくないですか。 C でしょ、 C7 でしょ、 A7、 はい、で F でしょ、 Dm、 F で Am、 はい、 Dm、 はい、 D7、 D7 を Am に1個足す。はい、ここは G7 は三角形、 E7 はヤンキー、ひねくれ者のヤンキー、 Em7 は一見難しく見せといて簡単です。はい、 OK ですね。これその楽しい。じゃあ次ちょっと発展形、これ見てください。今 D7 と Em7 って書いてありますね。 D7 ってこことここだったよね。 Em7 ってこことここだよね。これ段違いじゃない？段違い。ちょっとやってみよう。これで表記すると面白いです。ここ、これ、Em7。ね、合ってるでしょ？これ、D7 に変えたいときは、これをここにずらし、これをここにずらす。段違いです。だからこうやって考えるとまた面白いわけでございます。で、よくある、あるあるコード進行っていうのがあるんですけど、F、G7、Em7、Am みたいなのが出てくるんですよ。それをね、ちょっと、表現すると。F から G7 離して Am。 こんな風に指のストーリーも楽しめるわけ。 F から G7 から Em7、 これ離すだけですからね。はい。で Am とか F から G7 E7 Am とか、そういうのよく出てきますんで、ね、この指のバトンタッチ、この辺もこれを知ってると、このガズレレ必須コードを知ってると相当楽しめると思います。なんでこれ本当に超基本コードとして覚えてください。その基本コードの3つの幹になるのが C と F と G7 です。はい。で、プラス1だったのが F のグループに入っていたということで、こんな風に頭の中でちゃんと整理して考えられると、音楽がさらに楽しくなるかなということでございます。はい。そんなことで、このフエルトを使って表現してみましたらいかがだったでしょうか。はい。これね、何回も見て、よく覚えてください。楽しんでね、コードはね、楽しく覚える。これが基本になります。それでは、先ほどの動画に戻ります。いかがだったでしょうか。ガズレレ必須コード、奥が深いでしょう。じゃあ、この対面でも一応確認しておきましょう。C、下一本でしょ、ここね。はい。で、F は、斜めのイメージ。これが基本ですからね。G7 は、正三角形でしたね。はい。Am は上一本。はい。じゃあ、まず三兄弟の方から見ていくと、まず G7 から始まって、これ長男坊でしたね。長男坊。三角形、こことここと。長男坊。で、人差し指。この位置が上になったのが E7。ひねくれ者のヤンキーでございます。ヤンキー、切ないね。響きやね、ヤンキーは。はい。で、また戻って、今度はね、この人差し指を離す。これが Em7 で三男坊ですよ。はい。長男が G7。次男坊、ヤンキーが E7。離したら三男坊。三男坊は一見、難しそうに見えるけど、簡単ってやつでしたね。この三兄弟セットで覚えてください。はい。G7 のまとまりがこれで終わり。じゃあ F のまとまり。F はこことここの斜めでしたね。はい。この人差し指を離した時に Am になりました。はい。じゃあまた人差し指つけて F に戻します。そして、この薬指で、ここよ。ここを足したら Dm です。Dm。Dm。だから Dm の覚え方は F に1個足すですよ。F に1個足す。はい。じゃあ今度 Am に行ってみましょう。また上1本に戻ったね。上1本。そこに、ここ。2弦の2フレットを足したら D7 です。D7 の覚え方は Am に1個足すです。こういう風に分類していきます。そうなるとですね、この F を中心としたこの4つのコードは親戚関係になりますからね。はい。いとことかはとことかそんな感じ。つまり、ここの位置、この Am の位置が全部のコードでこう使われているということがキーポイントになります。さっきの動画で見た、青いとこですね。はい。はい。こういう感じです。じゃあ、指1本シリーズ。これはおまけみたいなもので C と C7 と A7。
これは簡単ですね。こことこう人差し指でね。はい。これが、ガゼレレ必須コードの全貌でございます。C のグループ、F のグループ、G7 のグループ。まず C のグループは指一本チーム。F のグループは親戚グループ。G7 のグループは三兄弟です。こういうふうに頭の整理をして、覚えていきましょう。いっぺんに10個ね、無造作に覚えるより、はるかに頭の中に入りやすいと思いますんで。はい、そしてここまで来たら、次どうしようか。これ、ガゼレレ必須コードを覚えたあなたはですね、もう、ほぼ、できるようになってるんですよ。はい。ガゼレレ YouTube チャンネル。今ね、1000曲以上のレッスン動画が上がってますけど、そのうちの、もう、90% ぐらいはこのコードで構成されております。だから、今のね、ガゼレレ YouTube レッスン動画って、前半簡単、シンプル簡単バージョン、後半かっこいいバージョンなんですけど、前半のシンプル簡単バージョンはガゼレレ必須コードでほぼできますから、今あるガゼレレでアップロードしてるね、 YouTube チャンネルでアップロードしてる1000曲ほぼね、これできるようになるというふうになってますんでね。というわけで、今ガゼレレ YouTube チャンネル、これガゼレレ YouTube のガゼレレのページですけど、ここにある1000曲の動画ですけど、この本当ね、このガゼレレ必須コードだけ分かってればもうこれほぼ弾けます。じゃあどうやってね、自分の弾きたい曲を探そうかってことなんですけど、まず一番おすすめしたいのはこのガゼレレホームページです。ガゼレレ .com URL ここに貼っておきます。リンクもここに貼っておきますけど、ここのところの一番上のところに曲名とか歌手名を打ち込んでエンターするともうガゼレレレッスン動画バーッと出てきます。例えばですけど、ここのところにね、サザンオールスターズって打ち込みますよ。こちらにサザンオールスターズ記入して、ここの虫眼鏡マークを押します。じゃーん、出てきました。サザンオールスターズガゼレレの超簡単レッスン動画がこうやってリストになってどんどん出てくるっていう風になってます。こういう風にこのガゼレレホームページを、使っていろんな曲に挑戦していただいて、あとはですね、ここのメニューのところに YouTube 完全ガイドっていうところがあります。そこに行くとですね、こういろいろ、まあ、例えばここだと最新動画が出てるぞとか、これがね、ポイントで、すぐに弾ける初心者向けだとか、こう、チェックボタンでね、いろいろ曲が表記されるシステムになってるんですよ。はい。そして、ここを見てください。音楽ジャンルからも選べるようになってます。例えば、最新の J-POP、定番の J-POP、ハワイアンソング、懐かしの昭和、家族みんなで、アニメの曲、季節の曲、沖縄の曲、洋楽とか、まあ、この中から、どんどん自分の好きな曲見つけていただいて、ガゼレレ必須コードを使って、まず4つ弾いて、どんどん弾いてください。もうそしたらね、もう、いろいろできて、もう、ほんと楽しいですからね。1000曲ありますから。もうね、これはね、もう弾いて歌うしかないです。はい。で、ですね、そうやってどんどん自分で曲を弾いて楽しんでいただきたいんですけど、その後、今度は右手のリズムの方に今後は入っていきます。例えば踊るポンポコリンで言うと、今はね、皆さんこうでしょ？何でもかんでもみんな。次はね、こういうのがあります。何でもかんでもみんな。こういうのいいでしょ？踊りを。これアルペジオ。次は、何でもかんでもみんな。これ8ビートとか。何でもかんでもみんなとか。もうね、このリズムがすごいんですよ。こっからまた、新たなステップに入っていくわけですけども、ひとまず、このガゼレレ必須コードとこの4つ弾きで、もう何曲でも弾いて、その楽しさをめっちゃ味わってください。それでこれ大事なんですけど、歌ですよ。やっぱ歌を歌って体を揺すって、ほら、第1弾でも言いましたけど、何のために音楽やってるかって言ったら、突き詰めたら、豊かに楽しい気分、いい気分に気持ちよくなりたいと思ってみんな始めたわけですから、そこにたどり着けるようにこう体を揺すってね、なるべく楽譜ももちろん見ていいけれども、ずっと見るんじゃなくて、こう、天気がいいなとか、あ、空が青いなとか思いながら、やっぱこう、そういう感じで音楽と取り組んで、ここ忘れないでください。それをキープしたまま、どんどんこういう右手のね、こうリズムとか、まあその先もいろいろなことが起こるんですけど、その楽しいね、旅に、こっから旅立とうということで、今日までのこのガゼレレ必須動画が、まあ、一個のね、ラインでございます。このガゼレレ必須コードを使って、こう、ゆっくりこう、心を込めて、4つ弾きで歌っていく、好きな曲をどんどん歌う。これを十分楽しんでから、次のネキストレベルに入っていきましょう。ということで、第5弾からはですね、次回の動画からはリズムのこういろんなセクションに入っていく予定にしております。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。じゃあご案内ね、いつも使ってるこのガズのわがままウクレレ、これはベトナムで作ってるすごく高品質で、単板といってこう1枚板から作られてる、職人が1本ずつ 手作りしているウクレレ、これのことこの辺にちょっと書いておきますんで、これ、ご注目ください。弾きやすくて音がいいということで売っております。まあもちろん他の楽器もいろいろ試してもらってね、やっぱこんなに楽しい
しい楽器はなかなかないですから、いろんな楽器試してみてください。そしてその楽器を入れるケースもガゼルダプロデュースしております。これ一見ね、リュックサックというか、これビジネスマンが持つようなケースなので、これね、こうやって横持ちもできるし、でこれはコンサートウクレレが入るケースで、これ取り外し可能なポーチがついてて、これ譜面台だとかポーチ、これね、チューナーとか入れるようなついてて、これのも今リリースしてます。そんなこととか、このキャップとかね、このストラップとか、こういう私の両親が作ってるガズレレ水引き、こんなのとか、いろんな豊かなグッズいっぱいありますんで、そんなこと全部ガズレレ .com、 こちらの方にリンク貼っときますけど、ホームページ見ると詳細出てます。でやっぱりこれを伝えたい、ドン、アプリです。このアプリで、さっきのこのガズレレ必須コードの出てきたね、このやつとか、アプリの中でも詳しく、紹介されていますし、あとこれですよ、これいつも出てくる、これはな、この本はやっぱご活用してくださいね。これはリットミュージック社から出てるガズレレの、まあ初心者さん向け、楽譜とまあちょっとコラムも入った、こうすごく面白い本で、これも4万部すごいですよ、4万部なんつね、皆さんありがとうございます。これどんどんご活用してくださいね。アプリとこの本とかいろいろご活用していただいて、まずやっぱり楽しく音楽できる、例えばホームパーティーに行ったらちょっとこうウクレレ持ってて弾いてみるとかね、そういうまず実体験が、重なるとまたね、より豊かになると思いますので、どんどん音楽楽しんでいきましょう。じゃあ第5弾はリズムに入ってきますから、そっちの方もどんどん楽しんでいきましょうね。はい、今日は見てくれてありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。